ヒラノ仕様、アンバサダー就任でコスメ売上約540倍、開店2時間前から並ぶファンも、ナンバー、愛のヒラノ仕様さん、26、が、コスメブランド、イブサンローランボーテのアジア、アンバサダーに就任したことが10日に発表され、都内の店舗を取材すると多くのファンが訪れていました。アンバサダー就任が発表されたのは午前4時、正午頃に表参道ヒルズ内の店舗を訪れると、入店待しの列が、 午前11時のオープンでしたが、2時間前から並ぶファンもいたといいます。ファンの目的は様々。新 CM で平野さんが使用しているコスメを買ったり、店頭ビジョンの CM 上映をスマホで撮影したり、中には、平野さん本人がこの店舗を訪れたというニュースを見て駆けつけたファンの姿もありました。また、商品を取り扱う EC サイトでも大きな反響があり、ブランドによると、 アンバサダー就任を発表した午前4時から正午までの YSLI コンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの売り上げが前日と比べると約540倍にもなったということです。前回の大反響を受けスタッフも増員、ファンは聖地巡礼スポットだと思います。平野さんは2023年11月にファッション誌、ボーグジャパンとイブ・サンローランのフレグランス、LIBRE、リブレがタイアップしたコンテンツにもナンバー、 前のメンバーと共に登場。すると、同店には開店前に100人以上の行列、そして2日目には300人ほどの行列ができたといいます。入店まで3から4時間増しの状態が続き、さらに EC サイトでも品切れが発生。入荷待ち人数は3000人強にまで上ったということです。これを踏まえ、店舗側は今回、スタッフを増員。店内ではスタッフが一人一人の客に対応するため入場制限を設け、 さらに外には入店待ちの列と店頭ビジョンでの CM 上映を見たいファンの列を分けていました。平日にもかかわらず列が途絶えることはなく、並んでいる人に話を聞いてみると、急遽仕事を休んできたというエファンも、ファン歴約10年という大学生は、オンライン授業の合間を塗ってきたそうで、とも、平野さんがアンバサダーになってたので来ました。授業は、オンラインなので聞いてれば大丈夫、笑いと笑顔。 店内での写真撮影などはしなかったそうですが、物があれば満足。今後も、新商品が出れば、買えるものは買うと話しました。一方、持参した平野さんの写真と購入した商品を持って写真撮影するファンなども見られ、たまたま表参道で遊ぶ予定だったため、立ち寄ったという大学生二人組は、皆さん中でいっぱい写真撮ってたので、聖地巡礼スポットだと思いますと話してくれました。店内では、 コスメを実際に試している多くのファンが、20代会社員は、普段だったら、店に来る、勇気があまりでないんですけど、紫輝くんがアンバサダーやるっていうのと、自分と祖母の誕生日が1月にあるので来てみました。普段はなかなか自分の色味に合うメイクを探すのが難しくて、こうやって選んでいただける機会をもらって、きっかけをくれた紫輝くん、ありがたいと語る人もいました。 今後の平野さんの活躍が楽しみだというファンは、ナンバー、愛が掲げてる目標が海外に進出することだと言ってたので、ファンと一緒に海外の活動とかも楽しんでいけたら、やっぱり世界に行きたいって言ってるので、世界でライブしてるところが見たいですと、ナンバー、愛の世界での活躍を期待する声が多く聞かれました。海外公演があれば、海外にも行くと、すでに意気込んでいるファンもいる中、寂しさを感じるのか、 世界でも見たいけど、日本のファンも忘れないでほしい。彼の望むことは応援してあげたいといった声も聞かれました。